私たちにとって最大の課題は人口減少社会への挑戦です。政府が掲げる従来とは次元の異なる少子化対策とは、子どもを産み育てることが楽しくなる、負担感がなくなる、もう一人二人と産み育てたくなる、若い世代にそのように感じてもらい、出生率を上げ人口減少に歯止めをかけることに、あらゆる政策を講じて挑戦するということです。横浜自民党は政府自民党としっかり連携を図り、子育てに幸せを感じる都市横浜を創出し、横浜から負のスパイラルを好循環へと転換し、全国に拡大することをミッションと捉えます。市民の税金を財源に単にお金をばらまくのではなく、政策や事業の実施に活用して2倍3倍の効果を上げることが行政の腕の見せ所です。コロナや戦争といった不測の事態がもたらす社会活動の停止や物価高騰に対しては緊急の財政出動は必要かもしれませんが、有効で持続可能な政策とは、一つの打ち出した政策が一石二鳥にも三鳥にもなる政策です。一律の都市計画や建築協定を見直して整備開発保全に柔軟に取り組む、満員電車で毎日朝晩都内と往復する生活から家族と触れ合い地域に根ざした生活に変わる、脱炭素は家庭や企業に負担ではなく経済的なメリットをもたらす、デジタル化で事務作業や行政手続きが圧倒的に迅速化する、私たち横浜自民党は来年度予算の中にあるそういった新しい発想の新しい政策の目に光を当て、さらに成長させ、子どもたちの輝く未来のために今こそ取り組むべきことをしっかりと審議してまいります。